ホワイトストーンは日本の競争場。CB クロスとワイングラスの間に生まれた足毛のお馬で中央競馬で32戦4勝の成績を残した。1987年4月2日生まれ、長教師高松国を生産者大川育夫、生産地厚間町。主に柴田正人と電面牧博校が手綱を取っている。 バレーはすべて休表記で統一する。ホワイトストーンは1989年6月、札幌競馬場でデビュー。この新馬戦では5着だったが、4ヶ月後の未勝利戦で、柴田正人とのコンビで逃げ切り勝ちを収めた。自走の朝日杯3歳ステークスでも柴田が起乗し、アイネス風ンの5着と、構想、3歳児を終える。年が明けて4歳になると、 ホワイトストーンは1月の形成杯で2着になった後、サツキショートライアルの弥生賞で3着となり、サツキ賞の優先出走権を獲得した。クラシックの第一弾のサツキ賞では、ホワイトストーンは一番人気だったアイネス風人と、スタート直後に接触し落馬しそうになるという、アクシデントが影響して道中かかってしまい、勝った白体制から0.8秒離れた8着に終わった。 ダービートライアルの NHK 杯で3着になり、ダービーの優先出走権を獲得した、ホワイトストーンは日本ダービーに出走することになったが、柴田がホワイトストーンと同馬屋のビッグマウスに起乗することになったため、電面機に乗り換わることになった。レースでは乗り換わりが影響して12番人気だったが、道中後方から直線で鋭く追い込み、レコードタイムで逃げ切った。 アイネス風神の3着と、構想した。秋初戦となった、セントライト記念で再び柴田が起乗することになった、ホワイトストーンは、単枠指定の1番人気に答え1着となり、未勝利戦以来の勝利を挙げた。クラシック最終戦の喫下賞では2番人気に、押されたが、メジロマックイーンを捉えきれず2着に惜敗した。 ジャパンカップでは5番人気だったが、南半球最強バベタルースンアップ、北米の強豪カコインシーズ、フランスのオードに続き、日本馬で最先着の4着と検討した。有馬記念では、ジャパンカップでの構想もあって1番人気に支持されたが、ラストランを勝利で飾ったオグリキャップから約1馬身、離れた3着に敗れた。5歳になったホワイトストーンは、産経大阪杯から始動した。 安状が、たずらきに戻った。このレースでは、先行作を取ったのが功を奏し、2着の大優作に一馬身、1、4の差をつけて完勝した。だが、春の天皇賞では3番人気に支持されたが6着、宝塚記念でも3番人気になったが4着に、敗れた。秋は、オールカマーから復帰したが、このレースでは、地方馬のジョージ・ムナークを捉えきれず2着に終わった。 続く秋の天皇賞では不良馬場がたたって7着。アルゼンチン共和国媒では一番人気に押されながら、60キロの金量がこらえて15着と大敗し、この年を終えている。6歳になった、ホワイトストーンは安状を柴田に戻したが、復帰初戦となった、中山記念は3着。連覇を狙った大阪杯では5着と掲示板には乗る。ものの勝てず、京成杯以来のマイル戦となった。 安田記念ではスピードについていけず9着と惨敗した。秋はぶっつけで秋の天皇賞に出走したが5着、安城がたずらきになった。福島記念では59.5キロの金量がたたって9着と惨敗。有馬記念では安城を柴田に戻したが全くいいところなく10着に終わり、この年を終えている。7歳になったホワイトストーンの初戦は AJC 倍。このレースで 柴田は思い切って逃げることを選択。この作戦が見事当たり、ホワイトストーンは直線で追い込んできたレガシーワールド以下の追撃を振り切って1年9ヶ月ぶりの勝利を挙げた。これがホワイトストーンの現役最後の勝利となった。その後、ホワイトストーンは8歳まで現役を続けたが、GI 勝利を挙げることなく、8歳夏の札幌記念で10着に終わったのを最後に引退した。 ホワイトストーンはデビュー3戦目に朝日杯3歳ステークスに出走してから現役最後のレースとなる札幌記念に出走する前に札幌日経オープンに出走するまで28戦連続して重症競争に出走していたホワイトストーンは1995年に種ボバ入りしたが1998年に象徴癒着のため12歳の若さで死亡した 残した3区の中から2000年の東京王冠賞を制したアローウィナーが出ている。ありがとうございます。